スの FC ケルンに入りました長澤和樹です。まだ新しい環境でいろいろと大変なことがあると思うんですけど、少しでもこう日本の皆さんにこう情報が行くように精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。日本の中ではプロの選手じゃなかったので、そういう面を考えれば注目度はそんなに高くないかもしれないんですけど、大学サッカーから海外へっていう風なルートは初めてなので、そういうアマチュアからこのドイツのプロフェッショナルチームに行くっていうことに関してはすごく興味を周りの人は持ってくれてると思います。まあやっぱり日本の中でも攻撃的なポジションをやって得点に絡むプレーが多かったんですけど、自分の特徴はゴールに直結するプレーだと思います。まあパスだったりシュートだったりドリブルだったりということで、こうゴールに直結するようなプレーが自分の長所だと思います。